春休みに開かれるミニバスケットボールの全国大会に出場する野間ミニバスケットボールクラブが25日市長を表敬訪問しました。この日は全国大会に出場する野間ミニバスケットボールクラブの選手11人と真鍋信夫監督が今治市役所を訪れました。そして昨年末に県内8チームが参加して行われた県予選優勝と、28日から始まる第52回全国ミニバスケットボール大会への出場を報告しました。野間クラブには現在小学1年生から6年生まで15人が所属。月曜日と水曜日を除く週5日、野間小学校体育館で練習をしています。県予選決勝では戸部光とわずか2点差の接戦を制し、チーム立ち上げから26年、悲願の全国大会初出場を決めました。この日は徳永茂樹市長が最大のパフォーマンスを発揮してくださいと選手たちを激励し、チームを代表してキャプテンの西部隼人君が勝ち負け関係なく全試合楽しんでいきたいと大会への意気込みを述べていました。大会で野間クラブは静岡県、大阪府、宮崎県の代表チームと対戦します。お願いします。いきます。はい、チーズ。もう一枚。頑張るぞ。